理学とは自然界を貫くあらゆる真理をとことん追求する学問である。富山大学理学部は数学、物理学、化学、生物学、地球科学、生物圏環境科学の6学科で構成されている。理学の研究はあらゆる最先端の技術や応用研究の土台となり、社会の発展に大きく貢献している。純粋な気がするんですよ、数学っていうのは。矛盾点とかそういうのが出ちゃったらダメだから、正しいものは正しいし、それが自分でそう導いていけるっていうのがすごく魅力を感じます。勉強はやっぱり思ってた通り難しくて、私とか結構ついてくので必死なんですけど、普通に勉強はまあ苦ではないです。全然楽しいです。例えば科学科では物質の神秘と機能を分子レベルで解明している。この学科では幅広い最先端技術の領域への探究心と独創性を養成し、何よりも自ら課題を見つけ解決する能力を養うことに教育の主眼が置かれている。実際にやってみて、思うようにいかないことが多いんですね。その時になぜって考える作業が結構面白いですね。地球を構成する海と大地、さらには気象のメカニズムを学べるのが地球科学科だ。ここでは地球で起こる自然現象のダイナミズムを体験的に、そして科学的に研究している。何か少しでも今の地球環境問題に少しでも力になれることをしたいなという大きな夢はあります。理学の研究は工学、医学、薬学などにおける応用的かつ先端的な研究や技術を支え、社会の進歩に大きく貢献している。富山大学理学部で真理の探究に粘り強く取り組み、社会の進歩に関わるような素晴らしい研究を一緒にしてみようではないか。